雲。昨日？昨日？何の話？何の話？おとといって何があった？今日が6やろ ?4 か。ああ、お話し会？握手会か。昨日さ、電車でさ、めっちゃ酔っ払い家族がおってさ、本読んでてん、私は。だからなんか、あの、上に表示されるやん、今何駅みたいなやつ。あれを見ようと思って、顔を上げたら、こっち見んねだべって言ってきて、なんか、ああ、若いなーと思って。多分私の1個上か2個上、2個は言い過ぎぐらいの年の一緒家族やった。なんかその両親との間の娘と娘の友達みたいな感じで来てて、その友達は親2人に敬語やねん。大丈夫っすみたいな感じで、全員ベロベロやった。入ってきた時びっくりしてさ、チーク塗りすぎたんかと思って。もうチークってここやん、言うてもここまでやん、ギリチークかなって思う。でもここまで入ってんの真っ赤っかやって、これはチークじゃないって思って。でもワンチャンそういうメイクなんかなと思ってたら、前に立った時めっちゃその匂いしたから、絶対それやと思って。印象家族でした。ベロベロやった。でその家族知らん人に声かけてうまい棒あげてた。いや別にそんな夜遅くなかったで。覚えてないけど、そんな遅くはなかった。公演終わってお見送り参加せんと直帰したらくらいの時間。超酔っ払い家族やった。で酔っ払ってるからさ、まっすぐ立たれへんやん。釣り革持ってなんかこんな感じやって、でなんか一人座ってん、席空いたから。でまあもう座っておとなしくしていてくれる方が楽やわと思って、もう前からおらんくなってくれたから、私は匂いがなくなったからいいねんけどって思ってたら、そう、その座った上に座ったりとかすんねん。で隣の人当たるやんから、あー迷惑な家族やなーと思ったら、なんかその座ってる人が、いや隣の人とかに当たるから迷惑やでって言い出して、まあその場合の注意は、注意っていうかなんかその隣の人って示すことによって、なんか私また巻き込まれた和感を演出してしまうから言わない方がいい方のあれなんやけど、言うてて若いなーと思った。いやそもそも未成年やで多分、からやめようねっていう、若いなーと思って。いや若いからなんか何を言われても若いなーとしかならなかった。同じかちょっと上くらい。
少なくとも高校は卒業してないと思う。メイクはバチバチやったけど、あれで成人はさすがにないと思うからね。えでバイク、今日バイクで来てって言ってたから、バイクで来たよな。バイクを駅に止めてるみたいで、朝倉のような。読み始めた。あーいいやん、第一章。確かに桜のような僕の恋人は書き方がちょっと君水に似てるかもって思わんかった。君水読んでない？あ、君水ここじゃないか。ね、めっちゃ似てた。なんか鍵括弧の使い方がめっちゃ君水に似てる気がする。違う人やけどね、似てる気がした。私は今秋の中盤頃かなまで行ってる。おとなしい日本読んでたらなんか言ってたわ。でもおもろいしネタになるからいいかなと思って。めっちゃ声でかいね。でさ、いいね、もう声でかい分にはイヤホンしたらいいからしてないけど、けどあの匂いが結構飲んだんやろなっていう匂いやったから、あのうん、そう、トナラーって何？ネタになるかと思って。ええよええよ。ああ、確かに都合よく話すもんやなとは思うよな。すごい展開やな、そんなな淡々と進むか。まあ本やからな、フィクションやから。第一章って今春か一番そうな。確かにわざわざ隣に座ってくる人はそれはないかも。まだだって普通に、でもなんか隣に座ってきてフンってしてくる人やったら会ったことある。もう超押してくんねん。おもろないさ、前もさなんかこの、あ、そう、しかもその人たちな、喧嘩しだしてん電車の中でうえーみたいな感じで喧嘩しだして、しかも結構満員やのに喧嘩しやがったと思って。めっちゃ座ってる人の膝に当たってんねん、かわいそうと思って座らんくてよかった。めっちゃおもろない？お前何歳やねんと思って。電車で喧嘩、海外の幼稚園児とかでもいけてんで。海外やけど電車とか乗ったことないっていう子でもちゃんと座ってない。でも一個上とかやったら高校生かには見えんけどな。だってさ、なんかもうメイクの感じが物語ってたもん。なんかああそういう系ねってなったから、多分そうなんでしょうね。私はそれでもずっと本を読んでたよ。でお母さんはめっちゃなんか見てんねん、どっかをでもどこ見てるか分からへんねん。私の本を見てるのか、その後ろを見てるのか、私の服を見てるのか、どこ見てんねやろうと思って。なんか常に、でもなんかはーって感じじゃなくて、どっかを見てんねん、どこ見てんねやろうと思って。
本のタイトル見られてたら気まずいからちょっとこうやって押さえて。ギャルに憧れた系、ギャルっていう かヤンキーに憧れた系かもしれない。どっちか。でさ、なんかめっちゃ満員やったからすごい、人多かったん。で男の人もいっぱいおったんけど、なんか汗臭いねんとか言ってたん。ただのお酒の方が臭いわと思ってんけど、なんかめっちゃ言ってて、で海外の人が通られへんかってエクスキューミーって言って通ってったら、なんかなんて言ったんだっけ、なんか分からんけど、お父さんがバイバイって言って、なんかはあそうか、カエルの子はカエルやもんなってなった。治安悪いね、薄汚れた世界。本当に日本でまとめられたくないけどな、格が違うやん、住む世界が違うわ。耳たぶ切れるハサミってだいぶすごいよな。しかもさ、滑っていくやん、切るときってなんかこう滑っていくねん。髪の毛とかも滑るからチョキっていくんじゃなくて、なんかこうやった方がいいとか言うねんけど、こう滑るはずやから多分めっちゃ歯が長いはず、そのハサミは。これ滑らんとそのままチョキっていくってな。しかも会話に夢中で耳たぶ切り落としたのに気づいてないっていう盲目さがやばいわ、びっくりする。さすがに気づくって。15分まだか、まだか。まあその先の展開は見んといて。でもめっちゃ匂わせるくない？何かあるんやろうなっていうのはものすごい匂わせるくない？もうなんか何かが起こることは分かりきる、書き切ってるようなさ、書き方をでしなあ。だからなんか起きるんやろうなと思ってたけど、って感じ。まあ読み終わったら言って。私はまだ読んでるし、そこまでまだ春までしか言ってないと思うから何も言わない。でもびっくりマークの感じとかが君水に似てたわ。君水は単体のびっくりマークをドドドドって使うタイプなんやけど、今回のやつはなんかびっくりマークにハテナ横についてるのが気に入ってんやろな。白髪混じる年、へえ、やっぱり20代って混じってくんのかな。ペンギンもあったね。いやー、あれの時何だっけ、懇談の時に後ろから見たら、そう、混じってた。しかも修学旅行の時に撮った写真にもキラーンって光ってるのが一個あった。15分経った。ランキング読みます。13位、上田和樹さん、ありがとうございます。12位、特別警戒中さん、ありがとうございます。12位、 RC さん、あれ変わったね。13位、ヨシさん、ありがとうございます。12位、 RC さん、ありがとうございます。11位、ナオテさん、ありがとうございます。
10位辰宮さんありがとうございます。9位高秀さんありがとうございます。8位なる兄さんありがとうございます。7位かまかりさんありがとうございます。6位りゅうさんありがとうございます。5位まじかねかきたるさんありがとうございます。4位やすさんありがとうございます。3位まきこさんありがとうございます。2位たかしさんありがとうございます。1位だてちゃんさんありがとうございます。よし、これはもしかしたらいやな、ライブの時また配信できひん系これねえ。ペンギン先生のご飯の買い出し、行くんやなと思ってふと思った。たまたま久しぶりにスーパー行ってんけど、昨日お母さんとで、なんかあーそっか、ペンギンもそうやな、生きてるんやもんな、コンビニとかスーパーとか行くんやろなって思ってカート押してさ、おもろない想像したら。いや早朝でも間に合わん時間になりそうじゃない、だって昼夜やで、絶対入り早いで、みんなが思ってるより多分早いと思うから。だってショールームって5時からしか無理やん多分、それに間に合えばって感じじゃない、それより早かったらアウト。マネージャーさんに言うか諦めるか。それでは未成年の飲酒と成年でもベロベロ酔いはやめましょうっていうのを伝えたい配信でした。いや継続するんじゃなくて日数が減るのが嫌やね、毎日の。9期結構やってるやん、毎日配信やってる人多いやん、だから嫌やねん。なんか先輩年齢になんか低くないってなりそうやから、みんなが、だから嫌やねん。もうそれのために続けてるからな私は。みんなが何も言わんかったらあれやけど、まあとりあえず飲酒はやめましょう。さよなら。